ちょっとしたらライト級行ってくれって言われて、うん、カタクナにやって言ってライトの方がその当時は名前と顔が一致する、うん、ミクルが戦うべき相手はいたんだわ。でもミクルがフェザーを作り出すことによっていろんな選手が光り出した。ミクルと関わることでみんな上がってくんだもん。斎藤もドミもクレベルも今じゃなんだかんだ一番層厚、一番フェザー級が面白い階級になっちゃった。